Team Japan presents Festival TV, and on the show once again, No IQ Ichi and the Rhythm Makers Plus. Yeah, King Fest TV, No IQ Ichi and the Rhythm Makers Plus. 前回に引き続き、やっちゃいますよ。No IQ Ichi and the Rhythm Makers Plus. Oh, down!
Oh,
すごいパワー感じた。ありがとうございます。えどうライブ、まあ、見てる側として、うんうん、まあ、圧巻っていうかすごいなと思いましたけど、やってる側としてどう感じました？うん、まあ、これ2回目じゃないですか、うん、まあ、1回目で1回目と2回目 の, やっぱその曲をちょっとこうね、うん、雰囲気もちょっとガラッと変えてみようかな。特にやっぱこの2回目はこうなんつうのかな、キーンさんっぽくっていうか、うん、なんかいろいろこういろんなジャンルをちょっとこ う混ぜてなんかこうやれたっていうか、ちょっとこう落ち着いてなんかほんわかした、ほんわかしたってかどうかわかんないですけど、うん、ちょっとどちらかというとそういう前回とは違うなんかちょっとメニューにしてみて、うん、なんかそこで楽しくなんかパワーが出せたかなっていう感じがしました。前回ももちろんここフィーバーであって、うん、はい、でここ、まあ、新大田フィーバー、はい、まあ、古川さん、忍さん、又津さんにとっても、はい、まあ、よく知ってる会場だと思いますけど、うん、どうですか、フロアで演奏することって。古川さんどう？あ、なんか全然ここでそのフロアでやったことなかったんで、お最初ちょっとびっくりしましたけど、いや、なんか楽しかったですよ、すごい、うん、その響きとか、うん、楽しかったです。忍さんどうでした？いつもねお客さんがいるところでやるし、でもね、なんか本当に、まあ、こうもう家みたいな感じになっちゃってるから、もうここで過ごしたいなというか本当にもう億千万の胸騒ぎとかしかしないっていうか、そういう感じですね、やっぱり。だそので実際どうですか、はい、フィーバーで過ごすことって多い？はい、あ結構ライブはやっぱりねやって、打ち上げもここでフロアで飲んでとか結構やってる。ここで飲むんですか？あんな楽屋がでっかいのにここなんですか？そうなんですよ、打ち上げはここまで出てきてみたいな感じ、うん、でもやっぱりこうなんかね、いろいろ雑木林とか増えて、なんかその雑木林は植物と違う。雑木林って言わないでよ。あ、そうか、これなんて言うんだろう。観葉植物、観葉植物。なんかそういう感じですごく、でもね、これはやっぱり雰囲気変わって、うん、違うところにいる感じにもなるし、うん、ホーム感もあるし、もうおしゃれな感じがやっぱりなんか楽しいなと思いました。まあ、そう思ってくれて嬉しい。うん、で、ダジさんはチョドルでね、はい、そうですね、2回目の、だったもう、まあ、去年の多分頭ぐらいに収録があったと思うんですけど、2回目ですね。そう、はい、今回もありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しいです毎回。でこの皆さんのもう顔ぶれっていうかさ、このどの会場に行っても、例えばどのフェスに行っても知らない人っていないでしょ。どう？いやいや、この誰か絶対知ってるでしょ。いや僕らなんか本当もう三流ミュージシャンですよ本当に。何よ本当にもう。三流ミュージシャンの集まりだよね。いや本当にそんな、まあ、市川さんは市川さん、いやいや違うよ、市川さん、ごめん、危ない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 、その凄さってどう感じる？うん、まあ忍さんもね、そう古川さんもいろんな方知ってると思うけど、いやでもなんか一君は、まあ、僕らとはやっぱりね大先輩なんで、それなのになんか同じ目線で一緒にこう接してくれるところがやっぱり一番、うん、なんて言うんだろう、うん、人脈というよりはなんか本当にお友達ではないですけど、僕らも尊敬してるし、うんうん、だけどもなんかそんなにこうなんだろうね、なんか先輩後輩というよりは本当に同じ目線でいろいろお話できるし、音楽の話もできるし、なんかそういった意味でやっぱりそのしかも素直な素直って僕は言うのもな、素直にアイムソーリーみたいになってますけど、ちょっとなってないけど僕は謝ってるだけなんですけど素直に。でもなんかそういうところがピュアなところがやっぱりいちくんの本当にいいところだなという思いますね。みんなどう？俺はもう大先輩です。それはロボニーとの関係性あるかもしれないですけど、もう昔からもうキッズの頃から見に行ったりしてる人なんで、うん、だけど一緒にやってみてどうなのよ、はい、いやいやその尊敬は変わんないですよ。いや俺だそんなバカめバカめ あんま詰めないでください。流れが悪い。男性はどうなの？男性は、いや僕にもすごいやっぱこう僕の世代のミュージシャンにも だいぶこう年離れてますけど、すごいみんなに優しく接してくれるんで、すごいフランクにだこう頼れる兄貴肌的な感じでみんな見てると思います。変な壁がないんだよ ね、 そ う、 ですね、なんかそういった意味では、はい、だからなんかこう接しやすいんだよね。いっちゃんはそうどうですか、こういう話を聞いて。逆にすごい面白いなと思うのは、年齢が結構離れてるんですよ、うん、8つずつぐらい離れてるのかな、豊とダゼはで忍は俺の4つだから、ちょうどなんかこう
なんだろうな、もうここまで言ったらさっきも言ったように、あんまなんか俺が逆に年上でドアつかましいけど年齢関係ないって、うん、だから年上の人がよく言っちゃない、ジェネレーションギャップ関係ないって、それおじさんが多分そう思ってるだけで、若者はえ全然違うんですけどと思われることあるけど、でもなんかその、うん、なんか本当に気使わないし、それこそなんだろうな、その忍になんかもすごいなんか聞くこといっぱいあるし、うん、あの教えてもらうことすごいいっぱいあって、なんかもうなんならもういつも相談ばっかですよ、うん、いやそうでもないですよ、うん、もう僕もいろいろだから、こうほらあの昔のこう、うん、昭和の僕はあれのやっぱり上下関係みたいなところであって、こうあんまり一君には質問できないですよ、見て盗めみたいな、ほらよくあるじゃないですか、さっき友達みたいだっつってたのに、そうか背中を見てます一君の背中を、まあ、でも音からね、はい、そう一致してるし、はい、仲間なんだってグループなんだっていうのをすごく音がリアルに語ってると思うし、それすごく感じて、で、この放送されてる段階ではもう入学をニューアクスキャンプがもう本当目の前、うん、もうすぐなんですけど、はい、皆さん出るんじゃないですか、はい、どんな気持ちで挑むんですか、めちゃくちゃ楽しみですよ、なんかうん、やりたかったことがちょっとこれでできるっていうか、うん、もちろんそのバンドスタイルでいろんなあの僕の楽曲をみんなやってはね、このリズムメーカーのプラスなんですけど、うん、あえてのちょっとこのアコースティックの音でちょっと逆に勝負できるっていうのがすごくちょっと今からちょっとワクワクしてますね、で、まあ、ニューアコースティックキャンプ、まあ、あの敏郎さんとも、はいはい、もう皆さんと付き合いものすごく長いですよね、はいはい、うん、どのぐらいなんですか、もう93、4年ぐらいだから、本当にあの鬼が大学生ぐらいの時から知ってるんで、うん、まあそういう、まあだってジョージだってもう本当に そのぐらいですよね、のも90年代のちょうど中期ぐらいから同い年だし、うん、ね、そう同じ、そうだね、あ同い年だ、そうテレビ番組の司会もね、ラジオとかも今もそう、そうそう、よくね、だから結構スタジオで会ったりとか、そうだよね、いろいろバッタリ会って、そうそうで、うん、現場で会うことも、ね、多いし、それこそ さっきも言ったちょっと話したサイでね、そう会った時とかもアシートマンのサイで、うん、なんかそういうのとか、なんかまあ幸せだよねこの年で、そうなの、あのずっと現場に入れるって、yeah. やっぱごく一部だと思うのよ、やっぱりそのそうもちろんそういうスタートラインとかあって、そこにちょっと入れるってことはあると思うんです、うん、まあ、その時点でもそこも難しいんだけど、うんうん、でもまあなんかさ、こんなまさかこんなにね長くできるとは、そうそう思わなかった、嬉しいよ、そう、なんかこう俺も戦友っていう気持ちで、そうだよね、そうやっぱ、まあ、同志だよね、やっぱね、そうそうそう、皆さん今後どんなこと考えてる、じゃあまあ一人一人、じゃあまあ忍さんも各ほら皆さん各バンド持ってるんじゃないですか、うん、だからそれちょっと各バンドのそのちょっと抱負を、あ一応あ僕はアスパラガスというバンドをやってギターボーカルやってまして、まあ、粛々と、活動していきたいなと思うし、まあ、これからもやっぱり市川を支えていきたいなって思ってます、いいですね、命がけで、はい、風呂敷を広げないで、はい、市川命、忍さんの一言一言がなんか響きますよね、本当ですか、そんなことないですよ、まあまあ、俺がねちょっと聞き間違えたんじゃないのかなって適当に喋ってる、まあ、俺は逆に裏返しでもあるし、半ばちゃんとほとんど聞いてない、また始まった病気が始まったと思ってるんで、市川命、市川命、命慣れました、古川さんどうですか、このロアキュー本当に楽しいんで、来年とかもいろんなライブ決まってて、それがもう今から楽しみです、はい、OK、 ダジさん、いや僕もなんかいろんなバンドでドラム叩かせていただいてますけど、うん、やっぱ一回命ってことでこれからも盛り上げていけたらなと思っておりますんで、で、イチさんは俺だけ言ってないよ、一回命です、一回命ですイチさんは どんなことを考えてるんですか、いや僕来年で25周年なんですよのソロになって、うん、だからまあいろんな動きとかもすごいまたしていきたいなと思うし、あとやっぱ今日なんかこうキーンフェス TV 出たんですけど、うん、さっきも言ったように各々みんなバンドで、あごめんね、各々のバンドでもうアスパラガスだったり、うん、ドーピングバンドだったり、yeah. コンフューズとか面白いと思うので、うん、ぜひこうアスパラガスとか、ね、ぜひぜひぜひ、これ面白い、なんか今日なんか手応えあったの、自分でやってて、あこれ俺だけじゃなくてみんな面白いんじゃないかなと思って、そうやってこう輪が広がっていくっていうのすごい大事だなと思って、個別にご相談させていただきます、もちろん、はい、ありがたいですありがとうございます、じゃあ本当2回にわたってありがとうございます、はい、でライブに戻りましょう、はいはい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます。
8、3、1。
ありがとうございました。ロー IQ1& リズムメーカーズプラスでした。ありがとう。